どうも、こんにちは。旦那様、どうも、写真の出張マスコでやってみましょう。今日はですね、どこに来てるかと言いますと、皆さん、ラウンドワンってご存知でしょうか。で、なんかさ、サッカーとか野球とかテニスとかいろんなスポーツができるところがあるんですけれども、なんでここに来たかと言いますとね、なんか僕、小学校4年生から大学4年生まで13年間陸上の長距離をやってました。で、なんか長距離選手って運動神経比較的悪いよねみたいな言われるんですよ。で、それがいや、めちゃめちゃ悔しくて、いや、僕らでも全然その運動できるしみたいないうふうに思うんですよ。だからそれをね、口だけではなく、今日はいろんなスポーツやってちょっとそれを払拭したいなと思ってるんですよ。ということで、長距離陸上選手がどれだけ他のスポーツできるのか、イエスはい、ということでね、思いっきりね、いろんな競技をやっていこうかなと思います。それでは進めていきましょう。はい、ということで見てください。サッカーからね、いきたいと思います。こちらのベイパーフライネクストパーセントを履いてサッカーしていきたいと思います。で、なんかこの種目はこの蹴って何個当てられるかみたいな、ストラックアウトみたいなのあるじゃないですか。そのサッカーバージョンということで、結構小学校の時にめっちゃサッカー昼休み遊んでたんですよ。キーパーやりながら。キーパー超自信あります。ということで、ちょっとやっていこうかと思います。始まった。じゃあ7番からいきます。終わっちゃったんで、ちょっと納得いかないです。次の種目ね、行ってちょっと見せようかと思います。じゃあ次、テニスに挑戦しようと思います。まあね、僕結構テニス中学高校の時結構やってたんですよ。Wii で、めっちゃ流行ったじゃないですか、 Wii スポーツのテニス。こんなずっとやってたじゃん、めっちゃ振るやつ。俺超強かったんで、多分これも Wii スポーツは変わんないと思うんでね、今からやっていこうかなと思います。うわ、すごい。今ずるくない？雰囲気じゃない？まあ、いや、すごい。よっしゃー、今奇跡。なぜならば、高校の時に僕選択体育だったんですよ。で、体育を選ぶ時に卓球選んでました。打ち続けて、あの的みたいなところに多く1分間で当てたらポイントたくさんゲットできるっていうやつなんですよ。よーい、スタート。しゃやっていきたいと思います。僕結構高校の時、高校がめっちゃバスケ強かったんですよ。で、そこの体育の授業でその先生が僕直々に教わったんですよ。特別指導みたいな感じで12球中9個入れたらもう神なんで、全部ね入れちゃいたいと思います。よーい、スタート。
やばい、まだ全部入ってます。やばい、無理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 、次やるよ。まだまだね、種目あるんで、ちょっと違うのもね、挑戦しようかなと思います。ということで皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイバイ。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。